今日もご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。高松市高松三越前に来ました。日本最大のアーケード街、高松中央商店街を歩いてみます。今回は3つの商店街からなる最も長い南北のアーケード、丸亀町、南新町、田町を歩きます。始まりは高松三越前、すぐに丸亀町一番街ドーム広場です。東は片原町、西は兵庫町の通りと交差します。南はこんぴら街道が商店街のアーケード街となっています。ドーム広場から丸亀町グリーンまでは自転車の走行はできません。丸亀町はこのドーム広場が1番街、南へ2番街、3番街と続きます。高くて綺麗な天井、天気の良い日は日差しがあって気持ちが良いです。東西の道路からは一方通行の車が往来します。ダイソーの直営1号店は丸亀町商店街にあったのだそうです。信号のある通りに出ました。西へ行くと高松市美術館があるので、美術館通りと呼ばれています。東西の道沿いにもたくさんの飲食店があり、高松の繁華街となっています。平日の10時過ぎ、海外からのお客さんもたくさんおられました。郊外の夢タウンやイオンにも行きますが、商店街には高松らしいお店がたくさん並んでいます。ホテル、マンション、店舗の入った複合商業施設、丸亀町グリーンが見えてきました。週末になるとさまざまなイベントが行われます。周辺にはホテルがあるので、スーツケースを持った方も多くいます。国道11号までが丸亀町商店街、国道を渡ると南新町商店街です。自転車の走行が禁止されているのはここまで。南新町に入ると昔からのお店も多く、より高松らしさが増してきます。アーケードの形もそれぞれの商店街で異なっています。変わった屋根のある通りは菊池館通りです。東は河原町、西は県庁に向かう道です。信号の間も屋根があるのは雨の日はありがたいです。南新町商店街は山頂ドームと呼ばれる広場までです。東側は常盤街、南和田町商店街に変わります。この辺りにも個性的なお店がたくさん並んでいます。田町商店街に入るとオフィスなどが減るため少し人通りが少なくなります。ちょうど岩瀬を八幡宮の秋季大祭の時期です。北から南へ歩くと平坦なように見えますが、やや登っています。香川県道155号牟礼中陣線観光通りです。丸中田町店を越えるとアーケードの終わりが見えてきました。この先も藤塚町の商店街が続きますが、屋根のあるアーケードはここまでです。西へ行くと岩瀬尾八幡宮、八幡通りに続いています。南国の全長は約 1.3 キロ、3つの商店街を歩きました。後編は逆に田町から丸亀町へ歩いてみます。